まず石恋の第1回目の時に石巻復興支援ネットワークさんが主催をしているので、僕内閣府のですね、企業支援の方で、石巻復興支援ネットワークさんが、ハイブリッジの方の企業の方のご支援をしていただいた経緯があって、そのつながりで石恋の方も誘われて、1回目から参加しております。僕のお店、ダイビングショップですので、ダイビングを教える仕事と、あとその水中ガイドですねをしたり、あと水中の作業ダイバーですねをしたり、あと石巻海さくらというボランティア団体で水中の瓦礫撤去、または漁業の、漁業支援ですね、水中の、ロープ切ったりとか、ロープ変えたりとかっていう仕事もしたりもしつつやっております。そうですね、正直2012年のね7月ぐらいにオープンした時っていうのはもうし、要は死に物狂いで、もういろんなことやって、もうひ、ね、やっぱこう何でもやるみたいな感じでやってたとは思うんですけど、そのやっぱだいぶそのレジャーの方も確立できてきたかなと思うのと、あと正直まだまだ瓦礫は他の場所はいっぱいあるので、その水中の瓦礫撤去、あとビーチクリーンと、そういう活動は本当にこれからがすごい大事かなと思っているので、2年経ったそのやっぱ経験っていうのはすごいこれから生かされるのかなと思います。震災後やっぱりね、海で遊ぶっていうことはね、抵抗ある方とか怖いっていう方のやっぱ声はね聞くんですけど、あと遊びたいっていう声も結構聞くんですよ。で実際僕もスノーケル教室を、震災後、南三陸ないし石巻で開催しておりまして、やっぱ子どもたちのね笑顔がすごい大事だなと思って、でやっぱそういうリクエストも結構あるので。で、蛤浜は、ね、水中の方も、何度も綺麗にした場所でもあるので、で蛤浜でちょっとできたらなという経緯があって、本当にこう海の楽しさを伝える場所にしたいと思っております。三陸って結構東北にしかいない生き物が結構いたりはするので、すごいやっぱこう魚類が多い場所でもありますし、魅力のある海であるので、これからやっぱ結構皆さん知らない魚も多分いると思うんですよ、宮城県の。そういう魚を僕はどんどん紹介できたらなと思ってます。本当初めての方でも、参加できるスノーケル教室なので、本当にこう、海泳げるかなって、泳ぎ方わからないっていう方がぜひ参加してもらえたら、こっちはちゃんと教えることができますんで、教えて泳げるようになるので、ぜひやったことない方がぜひ参加してもらえたらなと思います。